こんにちは、エルです。まだまだ糖尿病に関して扱っていないことも多い状況ではありますが、今日はこれまでやってきたことのおさらいとして、実際の医療の流れに関して検討してみたいと思っています。問題です。この患者さんを適切に診療してください。情報ですが、50歳男性で、身長160センチ、体重80キロ、BMI31.2 とします。数年ぶりに健康診断を受けたところ、空腹時血糖値180、ヘモグロビン A1C9% であったため、医療機関の受診を指示され、本日、あなたのもとを受診しました。まず、診断は何でしょうか？空腹時血糖値180、ヘモグロビン A1C9% であることから糖尿病です。診断基準は過去の動画で扱っています。次の問題です。必要な問診や検査は何でしょうか？症状を確認します。この方の場合は、口渇、退院、多尿、体重減少はないとします。次に、念のため、1型糖尿病の可能性も考えつつ、血液検査と尿検査を行います。具体的には、これまでの動画で扱った範囲では、次のような検査を検討します。まず、血糖値、ヘモグロビン A1C を病院でもチェックします。血糖値200、ヘモグロビン A1C9% でした。初診の時に、いきなり空腹時血糖値を取ることは難しいかもしれませんので、血糖値と表記しています。また、血糖質や血糖質の有無を確認するために、血液検査で血液ガス検査、血中ケトン体分割を行います。尿検査では、低性ケトン体をチェックします。今回は異常なかったとします。さらに、自己抗体の有無を確認するために、血液検査で抗ギャッド抗体をチェックします。これも今回は異常なかったとします。これらのことについては、1型糖尿病の動画で触れています。ここで初めて、この時点では2型糖尿病と判断して診療を続けていきます。次の問題です。治療はどうしますか？インスリンの適用があるかどうか判断します。今回の場合は、絶対的適用や相対的適用には当たらないと考えられます。次に、食事療法や運動療法を当然必要として、最初から薬物療法が必要か判断します。文献上は、随時血糖値250から300以下では、食事療法、運動療法とされており、必ずしも最初から薬物療法をしなければいけないというわけではありませんが、ヘモグロビン A1C8% 以上では、食事療法と運動療法で十分な血糖コントロールが得られない可能性が考えられるため、最初から薬物療法の併用を考える医者も多いと思われます。これについては、現場との乖離がありそうな部分なので、後日別の文献を紹介します。今回は、薬物療法も併用する方針とします。次の問題です。具体的に食事療法、運動療法、薬物療法のプランを立ててください。食事療法は、まず管理栄養士に栄養指導を依頼することが大前提です。そして、計算式からエネルギー摂取量を決めます。今回は、1日に1700キロカロリーとします。一応計算式も載せておきます。詳しいことは管理栄養士にお願いするとして、医者の立場としては簡単なことを指導します。極端な糖質制限よりもカロリーの過剰摂取を控えることを意識してください。食物繊維を多く摂るようにしてください。動物性脂肪の摂取は控えめにしてください。塩分摂取は控えめにしてください。
適量飲酒を心がけてください。野菜や主菜、炭水化物の順に食べてください。よく噛んで食べてください。規則的に3食摂取し、間食は控えてください。これらはすべて以前の動画で説明しています。具体的な数字を言えるとより良いかもしれません。運動療法については、まず運動制限やスクリーニング検査の必要性について評価します。重要な内容ですが、評価の手順はまだ扱っていない内容なので、今回は割愛します。今回は特に制限は必要ないとします。次に、普段の活動量に応じて運動習慣がなければ有酸素運動やレジスタンス運動を取り入れるように指導します。有酸素運動やレジスタンス運動については、具体的にはこのような指示が適切とされていますが、細かな数字が多く分かりにくいので、例えば有酸素運動なら1日10分以上で、できれば毎日やって1週間に150分以上を目安にしてくださいなど、簡潔に伝えることが適切かもしれません。また、有酸素運動とレジスタンス運動の両方ができればより良いです。有酸素運動のタイミングは食後であれば、食後高血糖の改善が期待できますなどの情報も追加します。薬物療法ですが、まずは第一選択薬であるビグアナイト薬を使えるかどうか評価することが基本です。最初に禁忌や注意事項を確認します。腎臓、肝臓、心臓、肺の病気の確認と、このような事項を確認します。詳細は記載してあるものをご覧ください。今回はいずれも問題ないことを確認し、メトグルコ 250mg 1日2回朝、夕を処方しました。次の問題です。次はいつ来てもらえますか。2、3ヶ月後に来てもらうように指示します。血糖値などの状況によっては、より頻回の受診の指示が妥当な可能性はありますが、明確に規定されているわけではありません。最後の問題です。この医者の糖尿病診療はどうでしょうか。学生視点で見ても不足している点が多くあるように思います。実際には治療の意義を患者さんに伝えることが欠けています。患者さんの理解が伴わなければ継続的な治療はできないと思いますし、途中で治療をドロップアウトしてしまうことも心配です。また、糖尿病合併症の評価と教育を全くしていません。これはこれまでの動画で触れていない内容なので、今回は割愛していますが、重要な項目が多数抜けています。その他に、糖尿病に高頻度に合併する生活習慣病に対する評価もできていません。血圧やコレステロールなどの管理も実際には重要で、細かな心配りが必要だと思います。その他にも、まだまだやるべきたくさんのことがありますので、今後の課題としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。